松江の野球人の人からすると、東京のことを知っている、東京の野球に詳しいっていうことで、かなり大事に、重宝されたというか、うん、まあ今でいう、まあボランティアですね、うん。はい。全然お金になることではなかったと思うんです。ちょうど松江に本格的な野球場ができるときに、設計とか、もういろんなことをもう全部手弁当で出向いていって、うん、神宮球場の設計図を取り寄せて、あと向きはこっちの方がいいとかですね、うん、いろんなアドバイスをしたっていうふうな、話も残っていて、まあ、ともかく松江では野球好きということですごい有名だったようですね。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。今回は前回の続きからお届けします。ゲストはデジタル編集部の室康二さんです。でもまあ、先ほどその名前を継いだっていう話もありますけれども、まあ7代目、まあ、それだけの、まあ、いわゆる両家で、まあ、家業があるわけですよね。それをほっぽり出して、その野球を、しかも、まあ、プレーではなくて、その、まあ、記録を取る側っていう、まあ、いわゆる、まあ、裏方の方に、まあ、こう、のめり込んでいく。なかなか、ちょっと常軌を逸してるなっていう気がするんですけども。はい。去年の秋でしたかね、この祖父の山之内育児のことでラジオ局に呼んでいただいたことがあるんですけど、はい、アナウンサーの方がですね、うん、栃木県で有名な野球人の野球選手 の, お嬢さんだったんですね、はい、で、まあ、六大学野球に進んで、はい、本人はプロになるかどうかってことを考えたようなんですけど、当時の監督から、いや君の家は家業があるんだから、うん、家業を継ぐためにもう野球のことを続けるんじゃなくて実家に戻るんだっていうふうに、まあ、言われた、まあ、そのアナウンサーの方はそう言われるわけですね、うん、そうですよね普通って、まあそうですよ、まあ、言われて、うん、で、まあ、結局今言われたようにやっぱり常軌を逸してる、常識からもかなりずれたところにいたわけですね、うん、それはもう間違いなく、それにまあね、野球の記録員って言ってもそんなに高い給料をもらえるわけではないと思うんですよ、はい、当時のプロ野球だったとしたら、はい、なおさら本当にその通りですね、うん、はい、だから当時のお金のことはよくわからないんですけれども、はっきりわかっていることは、まあ、結局まあ、家業を潰してですね、うん、で、まあ、子供たちのやっぱり養育費というか、これは当然必要なわけですから、うん、で先祖伝来の土地建物などをこう、まあ、切り売りしていくわけです、はい、ですから、まあ、本当どう考えても常識的にはそんなことしないだろう、はい、まあ、野球が趣味っていうのはいいと思うんですね、はい、で家業はしっかりやりつつ、うん、野球は趣味っていうのは常識的な生き方だと思うんですけれども、うん、残念ながらそういう道を選ばなかった。なるほどね。まあ普通だったら、まあその家業をね立派に継いで、まあそこでお金を稼いで、まあ地元のね、まあ小塚みたいな感じで、まあその地元の野球にこうお金を出していきながら、まあ寄付とかしていきながら、まあ普及をしていくみたいなのがよくある姿なのかなっていうふうに思うんですけども、全くその通りだと思いますね。そうしなかったっていう、まあことですね。はい。で、まあ、ちょっとこのリスナーの人にはなかなかちょっと分かりづらいかもしれないです。この山之内育児さんのこの下の名前ですよね、育児。はいはい、まあ、もともと幼少の時は育てる、育むに漢数字の2で、そうです、育児で読んでいたようですけども、はい、今ですね、まあ、記事とかで読むと、以上以下の持ってっていうのに漢数字の9、武士の死っていう風な育児って読むんですけども、ペンネームみたいなもんなんですか？そうですね、これは本人がつけた、自分でつけたペンネームで、その育児の元になったのは、はい、今おっしゃったように幼名の育児を元に、音はそのままなんですけれども、うん、野球は9人で行う、でしょうと。で球を持って侍武士の死ですね。なるほどね。でそういう、まあ、やっぱり自分は野球にかけるんだっていう思いを込めたっていうふうに書いていますね、はい、ここまで来ると、まあ、もうちょっとしょうがないなっていう気になってきますよね。
そうですね。だからまあ、私は孫なので、直接的な被害は受けてないんですけれども、まあ、直接的な被害を受けたっていう人が何人もいるわけですね。まあ、そうですね。奥さんとかだって大変ですよね。そうですね。私の祖母ですけれども、まあ、生前、その、私、祖母とはかなり長い期間一緒に暮らしていたんですけど、うん、決してそういう恨み事っていうか、ひどい目に遭わされたみたいな話は全然しなかった。ですね、むしろやっぱりだからその、まあ、明治の女性といいますか、うん、夫の仕事をやりたいと思ってることを手助けをするっていう、まあ、生き方だったのかな、うん、やっぱりその野球にかける思いっていうのはすごいその尊敬していたと思いますし、うん、その、まあ、後年1985年に野球殿堂入りした時、まあ、本人は当然亡くなってるんですけれども、はい、その祖母は元気だったので、うん、その神宮球場で表彰式があって、そこに親族でみんなで参加をした時のことは私もよく覚えてるんですけれども、うん、やっぱりそれはすごい晴れやかな場であったなというふうに思いますね、うん、なるほどね。でもまあ当時明治の時代っていうことは、まあ、いわゆるまあ山内家っていうまあ両家のところにとついていく、お嫁さんっていうことになると、山内育児の妻も結構まあいいところのお嬢さんなんじゃないですか。ですね、昔の島根県大社町、今は出雲大社が、そうですね、出雲大社があるところ、大社町のですね、はい、町長を務めた森田っていう家がありまして、はい、そこの娘なんですね。相当いいとこじゃないですか、やっぱりね。だからいいところ同士の、はい、いわゆる両家の結婚ですよね、はいはいはい、だったと、それは今でも推測することができますね。なるほどね。で、まあ、その、まあ、結婚したけれどもどん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 貧乏になっていくっていうことですもんね。土地を切り売りしていくわけですもんね。そうそうそう、小さくなっていくわけですね、はい。戦争で家業を閉じたっていうふうに、はい、先ほど話しましたけれども、うん、実は戦後、まあ、本人は山内育児はもうずっと東京で記録のことをやってるんですけれども、うん、妻はですね、一緒に東京に普通なら出ていくところなんですけれども、松江に残り続けるんですね、はい、それで、結局まあうまくはいかなかったんですけれども、なんとかもう一回家業を再び起こそうというふうにして、うん、新しく会社を作ってですね、商売を続けるんです。やっぱりこう山の内の家を守ろうという思いが今言われたようにあったようですね、うん、はい、なるほどね。じゃあまあそのもう一回こう復活させようとしてたけれども、まあそれでもなかなかうまくはいかなかったっていうことなんですかね、うんうん。まあ、実際その山の内さんがまあ、プロ野球の記録員になってからのその仕事ぶりなんですけども、そうですね、公式記録員であると同時にパリーグ2年目からずっと記録部長をやっていましたので、やっぱり記録の面白さということを、うん、その多くの野球ファンの方に伝えたいっていうことを意識してやってきたようです。で、実際にまあ、セパ両リーグに分かれてからはですね、記録のパリーグっていうふうにこう冠のように言われた、枕言葉のように言われた時代が結構ありまして、でというのはですね、毎年シーズンが終わるとその記録の年俸っていうのを両リーグで作るんですけれども、うん、やっぱり そこにやっぱり記録部長としての裁量というか、今年は こういう記録に注目して調べてみましたっていう風なですね、毎年のように特集を組むんですね、うん、でそれは部下である記録員の人たちと力を合わせて作るんですけれども、それが毎年その評判を呼んで、あと選手の生涯記録ですね、うん、この選手は去年こういう活躍をしたけれども、入団してからここまでこういう記録だったっていうようなことを毎年毎年バージョンアップしてですね、記録集を編纂していった。でそれが結構評判を呼んでいった。なるほどね、はい、この山内さんはそしたらそのパリーグのその記録員だったんですか。そうですね、今回これも調べて初めて分かったんですけれども、1リーグ時代が昭和25年からセパ両リーグに分かれますよね、うん、でまあ最終的にはパリーグに所属をするんですけれども、実は本当はセリーグとパリーグの記録の集計っていうのは一元化した方がいいってずっと前から言っていたそうです、うん、で本当はセパ両リーグに分かれるときに両リーグのその統括、記録統括のような役割を自分はやりたいんだっていうふうに
思っていたようです。それは実際文章にも書いてあるし、本人以外の人が書いた文章にも残っているので、そう判断できるんですけれども、ただ、当時の事情、人手不足ってこともあったと思うんですけれども、そんな余裕はないということで、両リーグの統括は結局できなくて、パリーグに属することになった。なるほどね。でもその先ほどのお話だと、じゃあセリーグとパリーグでなんか記録のムラっていうか取り方のムラみたいなのが出てくるんじゃないかなと思ったんです。そういうのはなかったんですか？細かいところではやっぱりそごうをきたしたところがあったようですね。はいはい、山内さんの功績で、そのパリーグの記録はなんかしっかりしてるぞみたいな、そういったことだったんですか？そうですね、かなりそれはその評判を読んで、いったようですね。なるほどね。老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞、人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。記録とルールの整備っていうことでその殿堂入りをしていますけれども、その他に、野球関係者ですごい評判を呼んだもので言うと、打率早見表っていうのがあるんですね。打率早見表で、今はコンピューターの時代ですから、そんなのいちいち必要なのって思われると思うんですけれども、コンピューターですぐ分かりますから、もうコンピューターもない、電卓もない時代じゃないですか。で、毎日毎日野球の試合があって、で選手の打率がどん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 変化をしていきますよね。でそれを例えばアナウンサーとか新聞記者っていうのは全部はっきりさせないといけないわけじゃないですか。で例えば昨日まで3割1分6厘だった選手が今日の試合で5打数2安打だったと。でどういうふうに打率が変化をしていくかっていうのをいちいち計算をするのって大変じゃないですか。でそれをその小型の辞書のサイズにですね、縦軸と横軸に打数と安打で、それを縦軸と横軸ぶつかったところに何割何分何厘何もっていうふうに4桁の数字で表した、もうだからページをめくってもめくっても数字ばっかりっていう打率早見表、そういうのを作ったんですね。これはすごい喜ばれた。打率って簡単に言うと、安打数割る打数ですかね。打数みたいな。で、そのいわゆる割り算の答えの部分がずっとこう羅列されてあったっていうことなんですか？そうなんです、そうなんです。でこれがですね、完成品を見ても結構数字ばっかりってこうなんか気が遠くなりそうなんですけど、これを一つ一つ自力で計算をして、でまた検算をして、ここまでも大変なんですけど、あとは数字ばっかりの活字を拾うっていう、これまた気が遠くなる作業で、もちろん協力してくださる方はいたんですけれども、途中でちょっとできなくなったりなんかして、最終的には自分でシーズンオフにですね何年もかかってやって、原型版は昭和15年に作ってたんですけれども、試合が多くなってそれじゃ足りなくなって、で戦後版を作ったのが昭和29年でした。でこれがですね、そのアメリカ大リーグでも評判を呼んだと。でなんでアメリカ大リーグにそんなのありそうだと思うじゃないですか。でところがアメリカ大リーグはですね、早見表あったんですけれども、3桁まで何割何分何厘までしか出てなかった。よく何毛で四捨五入しないと上下がわからないっていうケースがあるじゃないですか、順位が。なので4桁まで出してる日本のこのレコナーっていうのはすごい重宝されて、で何十冊と買って持って帰ったっていう、アメリカでも評判を呼んだ、そうなんですね。これなんでこれを作ろうってなったんですか？先ほど原型が昭和15年っていうふうに言いましたけれども、その15年の原型を作るきっかけになったっていうのはですね、春の選抜大会がありますね。これも高校野球ですね。高校野球ですね。でその時に毎日新聞から出しているその野球規則の本
をかなり尽力を制作作るのに尽力をしたというご褒美で、うん、当時松江から招かれて毎年甲子園に行くことが大会中できたんですね、山の内育児で、それでまあ記録席にいるじゃないですか、うん、でそうすると当時の毎日新聞の記者がいや最近野球の試合が増えてきていちいち手計算するのは大変であると、うん、こういうなんか打率早見表みたいなのがあるといいんだけどなみたいなことを言われたんだそうです、はい、で実はちょっとまあその後後日談があるんですけれども、うん、これは自分がやらなければいけないというふうにすごい責任感を持って大会が終わって松江に戻って、うん、自分で何とか作ろうとするわけです。でところが当時コンピューターも電卓もありませんから、はい、なんとかでいちいち手計算というのもなかなか大変なので、うん、どうしようかなと思っていて、当時松江体育協会の役員をやっていた関係で市役所によく出入りをしていたんですね、はい、でそうするとその体協の関係する部署の隣に土木課ですかね、うん、土木課があったんで、土木課にですね手回しの計算機が置いてあることを思い出したんですね。ああ、まあ要するに電卓じゃなくてアナログの、はい、ガラ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 やるやつですね、はいはい、博物館とかでしか僕も見たことないですけども、私もそうです、はいはい、でそれがよしあったと、でだそれをなんとか借りないと、いけないわけですよ。だって土木課で仕事使ってるわけですから、はい、でそのなんとかその市役所の知り合いと話をつけてですね、あなたが仕事が終わって家に帰る途中にこっそりそれを持ち出してうちまで届けてくれとお願いをするわけです、はい、で夜中にそうすれば手計算ができる手回しの計算機が使えるわけですね、うん、で翌朝君がまた出勤をするときに、うん、うちから持ってってこっそり土木課に返してくれと、うん、でそれを何十回と繰り返してもらったっていう、うん、今だったら大変な問題になると思うんですけど、まあね、コンプライアンス的にどうなんでしょうか。まあ、まあそうですね。まあ備品ですからね。大変ですよ。こっそりですからね。はい、それでまあまあ当然時効というかあれですけど、ともかくそれでなんとか計算をして検算をして活字を拾ってもらって、うん、昭和15年に。完成をしたわけです、うん、なるほど。でそれは完成したらまた翌年甲子園に呼ばれた時に、はい、もう意気揚々と届けるわけです。で毎日新聞にね、毎日新聞の記者に、はい、あなたがから頼まれたのできました、はい、やっぱり誇らしげに言ったと思うんですね、はい、ところが何ということかその記者はですね頼んだこと自体を忘れていたっていう大変ひどい話があってまあまあその記者もまああったらいいなぐらいな感じで、まさかね実際に作って持ってくるとは思わないでしょうから ね言いっぱなしですよね。で相当、まあ、当時家が裕福だったから良かったんですけれども、自分のポケットマネーで相当なお金を出して作ったのに、しかも誰からも喜ばれないっていうですねもうやっぱりもうやけを起こして、うん、もう作った何百冊だったかな、作ったのは自宅の蔵に放り投げてしまったって書いているんですけ ど、 なるほど、ね、ただそれはまあ後にその自分が記録員になった時にやっぱり家にこういうのがあるよっていうのを配ると、これはもう喜ばない人はいないわけですよね、うん、ところがお人よしでですね、本当はいくらいくらかかったので一冊いくらですよって売るなり、欲しい人にはお金を出してもらうっていうのがまあ普通だと思うんですけど、うん、まあ、なんか喜んでもらったらそれでいいみたいなところで、まあ、ほぼお金は回収できなかった。なるほどね。数字に取りつかれたその山の内ですけども、他にも何か逸話みたいなのあったりしますか？もう逸話はですね、ありまくりというか、はい、まあ、記録部長時代に野球雑誌なんかにインタビューを受けたりしてるんですけれども、あと新聞にもインタビューがありますけど、はい、大体ですね、まあ、その取材した記者がそう思ったんだと思いますけど、奇人変人って書かれてるんですねまあどういったところが？で、まあ、先ほど来の、まあ、大体想像はつかれると思うんですけど、まあ、やっぱり一度決めたらのめり込むっていう、まあ、凝り性のところはあったんですけど、うん、結構、まあ、その奇人変人とセットで語られるのが、本人がずっと趣味にしていた編み物があるわけなんですね。編み物、これはですね、編み物の歴史に詳しい方にも聞いて分かったことなんですけれども、はい、まあ、山内が大学生時代だった大正時代っていうのはですね、はい、割とその大学生とか
あの会社員とか男性の編み物が割と流行した時期があるそうなんですよ。あ、そうなんですか、うん、知らなかったんですけどね。それでまあ多くの人は途中でやめちゃうと思うんですけれども、はい、本人はずっとそれがあの性に合っていたらしくて生涯のあの編み物趣味になるんですけれども、でまあ編んでは人にあの例えばこんなの編んだよっつってプレゼントしたりしてまあ喜ばれると。でこれはずっと記録員になってからもずっと続いてですね、あのでこんなことがあったと。まあ例えば規則委員ですからルールの改正の会議とか重要な会議があるわけですよ、はい、でまあそこに当然参加をすると、うん、で普通だったらあの会議室で会議しながらですから、まあ、それに集中するはずなんですけど、うん、手元は編み物をやめないんですよ。これ結構シュールな光景ですよね、はい、うん、それ でじゃあ本人はその編み物で頭お留守になってるかっていうとそんなことなくて、もうそのルールの改正の議論ずっと続くわけですけれども、うん、手は結局止めることがないと、うん、で例えば新聞のインタビューなんか受けてる時も自分の住まいで編み物をしながら取材に応じるっていうですね、うん、もうだからほとんど編み物とセットになっていて、でだから地方遠征なんか行く時も、はい、あの編み物とあとお茶も好きだったので、お茶、はい、お茶自分のお茶っ葉ですね、はい、あとお水、水にもすごいこだわったそうなので、はい、それをなんか一式全部持っていくと。へ、普通、まあ、公式記録員の地方遠征ってそんなに荷物はないなんですけど、はい、結構大荷物、はい、まあまあそうですよね、お茶の道具ってのね、まあ、確かにその松江のねこの方出身の方ですもんね、はいはい、まあ、松江って言ったらねその松平不昧のね不昧流で有名ですもんね、はい、お茶はさすがお詳しいです、はいはい、お茶すごい有名な松江の友さんがね、うん、野球以外にもなんかこう凝り性なところはあったんですね。相当なんか多趣味だったようで、他にもあるんですか。昆虫採集、はい、はい、で本人は蝶々だったと思いますけれども、はい、でこれがまた結構その地方遠征先に多分あのこの蝶がいそうだっていう多分場所があったんでしょうね、はい、でだからその地方遠征のある時なんかは編み物道具一式、はい、お茶道具一式の他に、はい、虫取り昆虫採集一式も持ってあの地方遠征に出かけたっていう証言もあってですね、なかなかこれは奇人変人ですよね。よく時間ありますねこの人ね。よく時間がある。であと推理小説も好きで、なんかあの推理小説も新しいあの、はい、松本清張の作品は欠かさず読んだとかですね。ともかくいろんな趣味を持って、まあまあね、出雲弁だったら砂の器とかね読んでたのかもしれないですね。砂の器、あ、そうです ね日本に生きてた時です ね出雲といえばやっぱりね砂の器ですよ。はいはい、はい、まあ、だから野球を軸に語るのがまあ普通だと思うんですけど、まあ、いろんなところからまあその切り口で話は尽きない人生だったようですね、うん、この人そのプロ野球の中で そのまあエピソードみたいなのは何かあったりしますか。昭和17年1942年にあの関西担当の公式記録員になりました。で松江を離れて、うん、まあ、関西のどこに住むかって言った時に、はい、昔西宮球場がありましたね。当時の阪急ブレーブスの合宿所がですね、はい、あの球場のすぐ近くに甲部館っていうところがありました、はい、でそこで本当はそこに下宿したかったんですけれども、あいにく部屋が埋まってたそうなんですね、はい、ですぐ近くにその部屋だけ借りてあの下宿をして、でご飯とかはその阪急の選手と一緒にその甲部館で取るっていう生活を、あのかなりあの戦後も関西滞在の期間があったので続けてきたと。だからそこでまあ阪急の選手、阪急は割とあの慶応卒業の選手が多かったので、あの当時ですね、あの割とその阪急の選手との交流っていうのはあの文章にも書いています。でその他にもまあ地方遠征先であのまあ、結構その船とか汽車の中で一緒に長い時間を過ごすわけですから、うん、選手とこのプレーについてこんな話をしたみたいなことはあの随筆に結構書いていたりします。だから野球選手との交流は結構あった。あとはあの審判の方たち、同じ裏方同士ですけれども、うん、審判の方たちとも交流も結構あったようですね。なるほど。でこの山内育児は、まあ、その当然その記録員の仕事っていうのはそのまあ引退しないといけないわけじゃないですか、はい、記録員ってプロ そのスポーツ選手とはアスリートとは違うので、続けようと思えばまあ結構年かさ行っても続けられるよなっていうふうにも思うんですよね。そうですね。これはなんかあの、うん、定年みたいなのってあるんですか。ちなみに
パリーグを定年退職するんですよ、はい、で昭和38年ですかね、うん、昭和38年に定年退職をするんです。ところが、まあ、先ほど来お話してるみたいに奇人変人ですから、はい、全然その自分はパリーグの事務局のサラリーマンだっていう意識はなかった模様です勤め人の意識はなかったわけです。なかった模様です、はい、だからその時に育児満筆というその週刊読売スポーツの連載の第1回目にですね、はい、仕事を奪われたって書いてあるんですね、はあはあ、サラリーマンですから定年退職するの普通じゃないですか、はい、でその後まあ自分の好きなことをっていう感じなんですけど、本人はやっぱりそこまで記録の仕事にこうもう全てをかけていたのがやっぱり伝わってきて、はい、でただまあそのパリーグは定年退職になったんですけれども、コミッショナーからまだまだやってほしいことがあるっていうことで、うん、その先ほどお話しましたけれども、その一リーグ時代のその整理されてなかった部分の整理を頼まれるわけです、うん、もちろんお金を払ってもらって契約してですね、うん、でそれで、まあ、ほぼ昭和39年から昭和46年までやって、でその翌年に亡くなるっていう、もうだから亡くなる直前までずっと仕事記録の中でずっと生きてきたって感じですね。先ほど来からその野球のルールのお話をされてましたけども、そのルールもちょっとずつ変わっていくじゃないですか、はいはい、それによって例えばその記録の価値っていうのもちょっとずつ変わっていくと思うんですよね。例えば大昔だったらピッチャーだったらですね、その何十試合も登板して40勝投手みたいなのがいた時代もありますし、まあ、今だとねそのもう絶対ありえないわけじゃないですか。だからそういう時代によってその記録の価値っていうのもなんかちょっと変わってくるのかなって思うんですけども。そうなんですね、ちょうどそれで私も思い出したんですけど、うん、あの山之内育児のそのお弟子さんの一人に宇佐美哲也さんという人がいました、はい、でその方も記録員の方ですか。そうですね、記録員を経て、はい、報知新聞のに移って、で報知新聞でその野球 のコラム、これはまたすごい有名になったんですけれども、はい、宇佐美さんがですねこういうことをやったんですね。現役のプロ野球の監督に手紙を書いたわけなんです、はあ、でどういうことかっていうと、はい、西鉄ライオンズに昔神様仏様稲尾様、稲尾さんとい もう鉄腕ピッチャーがいたわけですね。ああ稲尾和久、稲尾和久さんですね、まあ、私福岡出身なんでですね、はい、なるほど、稲尾さんよくテレビに、まあ、ご存命の時は出てましたけども、はい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 、もうそうですよ、まあ、福岡の方にとってはヒーロー中のヒーローだと思うんですけど、まあ、そうですね、西鉄ライオンという、はいはい、ピッチャーですね。でその稲尾さんの大記録の一つがですね、シーズン1シーズン の登板記録が78っていうとてつもない記録があったんですね、うん、はいはい、でこれはそのもう言うまでもないことなんですけれども、もう稲尾さんですから先発完投型のピッチャーですよ、うん、まあ鉄腕って言われてるぐらいですかね、はい、昨日投げたのに今日もまた投げるみたいな、でだから昨日完投したのに今日もリリーフで出るみたいな、まあ、すごい大奮闘したわけですけれども、そうやって作ったシーズン78登板っていうもうとてつもない数字があったわけです、うん、ところが今おっしゃるようにその野球って時代とともに変わるところがあって、うん、まあ、今やそんな先発完投型投手っていうのはあんまりいなくて、先発中継ぎ、うん、抑え、まあ、分業制ですね。そうですよね、はい、で分業制になってくるとですねこういうことが起きるわけですよね。昨日1イニング投げた中継ぎのピッチャーが今日も1イニング投げる、うん、そうすると2登板じゃないですか、まあ、そうですよね。で明日また投げると3登板になるわけですよね、はい、でどん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 いやもちろんそれが悪いわけじゃないんですけれども、うん、60何試合70何試合ってどん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 中継ぎ投手でその登板回数を増やしていく人が出てきたわけです、うん、その時に当時の阪神の監督にですね、リリーフピッチャーがもう70登板を超えて、はい、このままでは稲尾さんの記録を追い抜いてしまう、はい、稲尾さんの記録を塗り替えてしまう、うん、塗り替えないでくださいっていうふうに手紙を書くんですよ、これはいろんな意見があると思いますけど要するにその記録の価値っていうものをその単なる数字の比較じゃないんだと、うん、その稲尾さんが
78登板するっていうその重みをちゃんと監督は分かってくださいっていう、うん、まあ、まあ多分趣旨だと思うんですけれども、そういう手紙を監督に書くっていうですね、うん、結構思い切ったことをするわけです。まあね、まあまあ気持ちは分からないではないですよ、分からないではないですけども、でもまあ記録っていうのはね、そうやって塗り替えられるもんなんで。そうなんですよ。でその宇佐美さんの書いた監督への手紙っていうのはその時だけに終わらなくてですね、はい、ノムさんにも出すんですね。ああの野村和也さんですかね。ノムさんも同じく阪神の監督だった時に、はい、その当時の中継ぎピッチャーがどん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 あの記録をあの、うん、70に近づいていったわけです、うん、でその時も宇佐美さんは手紙をノムさんに出したよっぽどなんですね、よっぽどなんか稲尾さんの記録抜かれたくなかったんでしょうね、まあ、稲尾さんのその、なんていうか野球にかけるものについてはやっぱりすごい共感するところがあったようで、うん、やっぱりこの78登板っていうのは絶対誰にもあの塗り替えられて、いやその先発完投型が抜くのは全然いいと思うんですけれども、はい、その中継ぎで短いイニングをどん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 登板数重ねていくっていうのはどうかっていうふうな、あの思いがあったようなんです、うんうん、でただノムさんはその先発完投型ピッチャーの時代に現役時代を送って、うん、で指導者になって監督になってからはその分業をどんどん積極的に進めた側ですから、両方の時代知ってるわけですね、まあ、そうですよね、まあ、そのヤクルトの監督時代だったら、まあ、今の高津監督がまあその、ね、勤めてたわけですからね。でノムさんはその先ほど今言われたようにやっぱり記録は塗り替えられるものだというふうに、うん、まあ、言われているわけです。もうとっくに亡くなっている山之内育児は果たしてどっちにその弟子に軍配を上げるか監督の方に軍配を上げるかなっていうことをまあ私も考えてみたんですけど、案外まあそのまあ結論はもちろん分かりませんけれども、やっぱりその野球の記録っていうものに今日これだけその注目をする人が増えて、記録を切り口にすごい野球を楽しんでいる人っていうのが結構たくさんいらっしゃるっていう、その世の中を見たとしたらですね、すごくそれは喜ぶことだと思うんですね。自分たちがすごいもうプロ野球早々期っていうのは本当に先ほど言われたように経済的にももう基盤がなくて、やっぱりまあ多くの人はやっぱり手弁当でかなり関わった部分がかなりあるんですけれども、まあ、そういう苦労をしてあの基盤を築いた、その上に今のプロ野球の繁栄があるっていうことを考えると、うん、やっぱり本人もすごい喜んでるんじゃないかなっていうのが私の思いですね。まあなるほどね、まあ、確かにそういう記録がまあ酒の魚になって、まあ、飲み会の席で盛り上がったりもするわけですからね。そういうのがあるっていうのは、まあそのきちんと記録をつけてきてくれていたその人たちの努力によるものなので重要なお仕事ですよね。そうですね、特にその去年昨年というのがその野球伝来150年っていう節目の年でしたけれども、うん、その年にいろんな大記録ができて、うん、であのノーヒットノーランが本当にあのシーズン何回も出ましたけれども、それも1リーグ時代以来のすごい快挙だったわけなんですね。それでしばしば結構1リーグ時代の記録があの紹介されていたっていう、そういうその記録を遡ることがあのそういう年だったと思うんですけれども、それもすごくあの偶然ですけれども本人も喜んでるんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、なるほどね。でもまあ確かにそのまあ記録っていうのはまあそれぞれの人たちのファンにとってまあ生きていた時代 その思い出と重なる部分があるので、例えば去年 その 村上のホームラン数にしてもまあ王さんの記録を抜くっていうことになるので、まあそこに対するその王さんに対するその気持ち思い入れが強い人っていうのも当然いるでしょうし、あとまあちょっと昔イチローさんですけども、イチローさんがねそのシーズン最多記録の安打数を出した時もあのピート・ローズの記録を抜いた時もまあ結構ねいろいろなまあ試合数が当時と違うとか論争もありましたけどね。ありましたね、うん、ありましたありました。だからまあそういう意味では野球の記録っていうのはこのファンにとってはねなかなかもう今欠かせないものなんだろうなっていうのは思いますよね。そう思いますね、うん、というわけで、まあ、そのプロ野球が、ね、まあ、もう少しで、まあ、開幕ということで、まあ、今年のまあプロ野球、まあ、記録の面でもですね、まあ、いろいろな注目する記録っていうのがどんどん出てくると思うので、まあ、そういったところにもあの注目しながら見ていきたいなというふうに思いましたね。本日のゲストは
デジタル編集部の室康二さんでした。ありがとうございました、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ということで、まあ、室さんなんですけども、この山の内育児のことをまとめた本を出版されたということなんですけども、本のタイトルは何というタイトルなんですか、はい、本のタイトルは、記録の神様山の内育児と野球の青春というタイトルで、はい、去年の2022年の6月に童話書院、道路の道、道に平和の輪ですね、童話書院という出版社から出しました、はい、で、まあ、今日お話しされた内容もこちらの本の中にルール書かれているんですよね、はい、まあ、いろんな偶然が重なって得られた情報もありますし、意識的にいろいろ調べていった情報もあるんですけれども、はい、まあ、なかなかそのちょうど調べてる時っていうのはコロナ真っ最中で、あ、はい、まあ、本当は松江にも何回も調べに行きたかったんですけれども、うん、なかなかその行動制限などもあって、ほぼ家で調べました。ただ、まあ、結構国会図書館のですね、うん、公開情報がかなり充実をしていたり、あとその島根県立図書館ですね、図書館のレファレンスサービスっていうのもかなりすごい充実をしていて、かなり助けていただいた、わけです、はい、どういった資料が掘り起こされたんですか。これはですね、昔本人が野球雑誌に書いた、文章が入手できたりとかですね、であとはその先ほど言いましたその生まれた家の その呉服を商っていた当時の、うん、情報っていうのがですね、明治大正期の そのいろんな経済情報が載った本があって、でそれを、はい、丹念に追っていくとですね、かなりその家の家業の変化、はい、山の内サスケ商店っていうんですけど の変化なんかもかなり知ることができて、うん、まあ、家には何も残って、商売のことは残っていないので、すごく助けられました。なるほどね。でこちらの書籍ですけども、おいくらで販売していらっしゃるんですか。はい、本体2000円プラス税ということで、はい、2200円で販売しております、はい、もし ご注目いただけたらありがたいです、はい、まあ、ネットのアマゾンみたいな、はい、ところのアマゾンもありますし、あと出版社のオンライン販売も行っております。はい、読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話、この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてみてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根でした。